東徹君、え日本一社会の安住投融でございます。えー、今日はあの全会のですね質問のまあ積み残しまあ通告していたんですけどもできなかった部分がありますのでまあそれからですね質問させていただきたいというふうに思います。えー、あのまあ税と社会保障の一体改革のなの元にですね消費税がまあ5%から8%に引き上げられ そしてこの10月には、ですね8%から10%に引き上げられました、あの日本維新の会としてはまあ凍結すべきだということで申し上げてきましたが、まあ、消費税が10%引き上げられました、まあ、あの国民の負担がですねまたさらに増したことになるわけであります。 えそしてえ今、全世代型まあ社会保障制度改革という名のもとに、これもおまあ国民のですねえまあ自己負担なんかをですねまあ引き上げていくと、そういったまあ議論がなされております。で、私はですねまあそういった、いずれ、これ、日本はまあ少子高齢社会、人口減少社会の中でですね、 えまあ負担を求めていくということも、選択肢としてやっぱり取らざるを得ないこともあると思いますが、やはりその前に、やはりまあ厚生労働省として、できる改革を行って、財源を生み出していくとまあいうことがまあ大事だということで、前回はですねあのまあ診療報酬のですねまあ支払い、審査支払い期間の 改革についいててお話をさせたただきました、まあ、あの支払い基金とです、ね、国保連、まあ、これをです、ねまあ、統合をしてはどうかということで、まあ、議論をさせていただいたわけであります。で今日はあの年金のことについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、あのまあ、年金保険料の徴収についてです、ね、お伺いさせていただきます。まずあの日本年金機構が把握している まあ法人数、これ今、何万社ぐらいあるのかですね、お伺いいたします日原年金管理審議官お答え申し上げます、日本年金機構において把握をしております厚生年金保険の適用事業所のうち、法人事業所数は平成30年9月1日時点で、約216万件となってございますは安、い、東徹君。 はい、今、216万件というご報告がありましたけれども、今年し6月にです、ね、公表された国税庁のです、ね、これ、調査結果を見ますと、国税庁が把握している法人数というのはです、ね、約271万社なんですね、日本年金機構が把握しているのが216万社、国税庁がです、ね、把握しているのが271万社ということになるわけですけれども、 年金機構の把握している法人数との間にですねこれ、差があるわけですね。で、これはあの日本年金機構がですね把握できていないというまあ法人があるというふうに考えますが、なぜこのような把握できていない法人がですね、何十万社もあるのかですね、お伺いをいたししたいと思います日原審議官。指摘いたただきました数平成29年度分の 法人税の申告を行った法人数、約271万件と、先ほど申し上げました厚生年金保険の適用事業所のうちの法人事業,所事業所数の差についてでございますけれども、こちらにつきましては、まず休業中ですとか、あるいは解散して生産中であるといった法人ですとか、あるいはあの常時雇用されている従業員を有していないなど、厚生年金保険の適用の対象とならない事業所と、 いう点が1点がそれから2点目としましてえ、厚生年金保険の適用の可能性がありますけれども、届け出が行われていない事業所などが含まれると考えてございます。 でこの点につきましてはあの現在国税庁のご協力を得ましてえ従業員を雇って給与を支払っておられる法人の情報の提供を受けましてえ厚生年金保険などの適用の可能性がある事業所を把握してこれに対する加入指導を進めているところでございます今後ともこうした取り組みを通じてさらなる適用促進に取り組んでまいりたいと考えてございます安住党君ま要するにですね、えー、日本年金機構では まあ把握でできてないなわけです国税庁はやっぱりしっかり把握してるわけですね、でえー、国税庁はあ当然まあ把握していて、えー、日本年金機構がですね、まあ、本来はあのー、徴収しないといけないのにもかかわらず、徴収できない、だから国税庁に協力を求めて、えー協力しあのー、情報を出してくださいねということで、情報を出してもらって、そしてそこに、えーまあ、支払ってくださいよと。 いうことをまあいくというのが今のご答弁だと思うんですね。で、やっぱりそうではないでしょうというふうに思うわけですね。で、えーあのまあ、まずコストについてお伺いしたいと思うんですけれども、あの国民年金保険料の徴収コストでありますけれども、これ、3年前に質問させていただいたときは、100円当たりですね、まあ、3円程度であったというふうなご答弁であったと思いますけれども。 今、これ、のどの程度かかっているのか、お伺いしたいと思います平原審議官。 あの今、ご指摘いただきました徴収コストにかかる数値でございますけれども、過去におきまして、平成26年度について特に算出したものでございまして、恐縮でございますが、手元にございますのが、平成26年度の試算による数値となってございます。それによりますと、今お話いただきましたとおり、自主納付も含めた全体の国民年金保険料の徴収コスト、こちらは100円当たり約3円となっているところでございます。 お隣から、もうちょっとが、お隣のお隣からもうちょっと上がってそうやなというふうな <laughs> あのお話もありましたけれどもあの、やはりですねあの、やっぱりどれぐらいのコストかかってるのかっていうのは、まあ、定期的にですね、まあ、これやっぱり確認していく作業というのは、私はこれ、必要だというふうに思います。で、えーまあ、国民年年金保険料の徴収コスト、まあ、3年前の、まあ データではですね100円当たり3円程度でということでありますけれどもあの、国税庁の徴収コストは、ですねこれ、100円当たり1.3円なんですね。で、年金保険料の方うがまあコストが高くて、まあ、このことによって、国民はですねそのために税金をです、ねまあ、支払わなくてはならなくなるわけですね。で、3年たって徴収コストがどのように変化したかもですねこれ把握してないというのは、まあ、これあの、 高コスト体質をです、ねまあ、改善しようという,、ね、う意欲がないというふうにまあ取られても、これ仕方がないというふうに思います。で、えー、これからもこれ、年金保険、年金機構でまあ保険料をです、ね、これ、徴収続けていくとしたら、これ、国民はですね、えーまあ、その分のです、ねまあ、負担をまあこれからもまあ支払っていかないといけないということになるわけですよね。で、私も最初、申し上げましたようにですね、 国民の負担はこれ、今、どん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 と高くなっていってる、で厚生労働省として、国民にばかり負担を求めるのではなくて、自分たちだって改革をして、そして財源を生み出していく努力、まあ、こういったことをぜひ、ねまあ、やるべきだという思いで、前回もです、ねまあ、国保連とですね支払い基金の統合の話をです、ね、させていただきました。 で、えーまあ、これも、この話もですね、これ、10年前からこれ、ある話ですよ、この歳入庁の話というのはですね、で日本年金機構と、まあ、国税庁とこれ、一緒に、徴、ま、収、あ、部分はですね一緒にしたらどうかというふうなことを、ですねこれ、えー、議論してきました。で、えー、議論してもですね、これ言うと、まあ、できない理由を言うのはですね、 いいつも上等手段だとううふうに思ってます、まあ、保険料と税の基本的な性格が違うというふうにこれね、言われるわけですけれども、でもあの、日本年あの国民年金法によりますと、第95条には、ですね保険料その他のこの法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、 国税徴収の例によって徴収すると、まあ、こういうふうに書かれているわけですよね。だからあの、保険料も税と同じようにこれね、徴収するのがあ当然だということなんですよね。で、まあ、こういった、まあ、あこう言い訳をしたりとか、ね、それからまたあの優先徴収権や事項の違いがあるとかですね、えー、それからまた、あの まあコストの削減になかなかつながらないとか、ですねまあそういったことをまあ言うわけですけれども、これ、世界を見てみますと、税と保険料というのは、ですね一体的にまあ徴収してるわけですよね、アメリカもそうですし、イギリスもそうですし、そしてまたカナダもそうです。もちろん、別々なところもありますが。 多くはですね、えー、一体的にまあ徴収しているところがあると思いますで私はまあこういったところの部分をですね一体的にやれば徴収漏れもなくなるしそして徴収コストも下がるようになってくるわけですねまあ、ぜひこれやるべきだというふうに思ってますで、えー、まあ、なぜですねなかなかやる やろうとしないのか、まあ、やれない理由ばっかりを述べるのか、まあ、本当にあのそう思うし、ほ、え、か、ー、のまあ先進国との違いは何なのか、まあ、このことについてです、ね、あの大臣にえお伺いをしたいというふうに思います加藤大臣。国民年金保険と税と関係で申し上げると、国税当局にはです、ね、基本的にあの源泉徴収のデータも、 ななくて基本的に新国税の人の人分しかないんですねでそれからそれを下回る人については地方当局は持ってますけれども国税当局は持っていない、まあ、そうした中において一緒にするメリットっていうのはですね決して大きくないんではないかと。ただその 厚生年金のところについては、法人のデータを持ってますから、それを今、そちらから私どもが頂戴をして、その中で厚生年金の適用対象を、これのなるものについて、今一つ一つ潰していく、だから大事なことは、組織を一緒にしたからといって、すぐに効率化が図られるわけではなくて、今申し上げた情報の連携とか、しかもこれだけデータがです、ね、あのやり取りできる状況になってきたわけでありますから、そういうのをしっかりと進めていくことの方が、より効率的ではないか。 ということを実は、当時、私は官房副長官のときに議論させていただいて、そういう結論に至ったということであります。あのそういった意味において、今、まだまだ取り組みが途中ではありますけれども、かなり厚生年金提供事業者については、逐次潰しながら、ですね本来だったら厚生年金に入っていなければいけない、そういったところをですね加入に向けて取り組みをさせていただいているというところであります間徹君。 か海外との話が出てこなかったですけど、加藤大臣それは海外はあのそれぞれの税務のやり方も違ってますし、今、国の場合には国税は国家公務員だし、それから年金機構は独法という形でやっていると、まあ、そういった形態の違いもありますから、一概に海外がやってるからといって、そのまま適用できない。それから 同じ年金もですね、の国保みたいな形で全て、要するにい年金という形で、ですね、べての方に負担を求めていくという取り方を我が国は取ってますけれども、他の国は決してあのそういう国ばかりではない、それぞれ制度の違いもあって、一概には言えないんじゃないかな、まあ、そういった意味において、やっぱり我が国において、どういうあの、ただ委員がおっしゃるようにね、常にどうやればより効率的で、どうやったら経費率を下げていけるかって、これは普段に考えていかなきゃいけないというふうには思います東徹君。 あのまあ、これ、海外は海外でと言ってしまうと、まあ、いろんな議論がですべ、ねまあ、て、えーまあ、成り立たなくなっていくというふうに思いますよね、でまあ、ぜひあの、事例、海外の事例をやっぱり調査するということは、私は大事なことだというふうに思いますし、えー、そしてまたあの情報共有し、情報を共有しないといけない、確かに情報は共有できるかもしれませんけども、 まあ協力をもらわないといけないで、国税庁が徴収するとお、やっぱり徴収に応じるんですよね、これは。だからやっぱり国税庁というのは、やっぱり、すごいやっぱり、まああの、徴収するにおいて、非常に効率のいいというのは、あのこれまでもあの、まあ、日本年金機構がまあ徴収に行っても、徴収してできないので。 国税庁が代わりに行ってくれたらです、ね、すぐお金を出してくるというふうな、まあ、ケースもりありました。だからやっぱり、私はやっぱりそういったです、ね、あの一体的に把握しているところがです、ね、やっぱり徴収するのがやっぱり一番、まあ、いいというふうに思います。まあ、ぜひですね、これ、あのーまあ、再度やっぱり僕は検討していくべきだというふうに思います。でえーまあ、これ、あのー 海外では当たり前のように行われていることがです、ね、なかなかやっぱり日本では、やっぱり2つを1つにはできないというところが、大きな私はの欠点だというふうに思いますので、まあ、ぜひこれ、大臣においてはです、ね、ぜひまあこういったことをです、ね、改革でもってやっ,ぱやっていくということをです、ね、ぜひ実現していただきたいというふうに思います。で、えー、あとですね、えー、残りの時間で、あの今回の独立行政法人に関するの談合についてお伺いしたいと思います。あの厚生労働省所管している独立行政法人で 地域医療機能推進機構というものがありますが、ここは発注するまあ医薬品の入札についてでありますけれども、これ、11月の確か28日の新聞記事であったと思いますが、談合が疑われたというふうなあの報道がありました。これ、具体的には機構がですね運営する全国57箇所、57箇所の病院を持っているんですね、納入する医薬品について、2018年の入札で、 まあ医薬品大手の4社によるですね受注調整が行われていた可能性があって、公正取引委員会がまあ4社に対する、これ、強制調査をですねまあ行っております。で、これ、報道を見ますと、4社、メディパルホールディングスということの傘下のまあメディセオ、アルフレッサ、それからスズケン。 東方ホールディングス傘下の東方薬品、まあ、こういったところがですね、まあ、全国展開4グループのシェア、これ、8割を超えるそうなんですが、こういったところがまあ談合を行ってたのではないのかというふうなことで、まあ、j コーというらしいんですけれども、まあ、この独立行政法人ですね、14年度は医薬品の購入を含む契約件数のうち、競争性がない随意契約がですね、 これだったんですねで15年度は競争入札などが行われて 53.、53.8%となって、まあ、随意契約とまあ逆転したと、でまあ、その後も続けて、えー、増え続けて、18年度はです、ね、これ85%に達しているということなんですね。であのー まあ2018年のほか、2010年と20 2016年の入札でも、これ、談合の可能性があるというふうに言われておって、まあ、1回当たりの金額はまあ4社で800億円程度に至っているということなんです。で日本年金機構について、まあ、自身の所管するまあ法人に関するこれ入札で、談合の可能性があると、これ、調査が行われているとことについて、まあ、大臣、どのように受け止めているのか、お伺いしたいと思います。 加藤厚生労働大臣あのご指摘の事案については、まあ、現在、公正取引委員会が調査を行っているということは、私ども承知をしております。まだあの調査中ですから、予断を持って申し上げることはできませんが、まあ、仮にそうした事実が行われていたとすればです、ね、これは公正で自由な競争を通じた価格形成を阻害するということで、え甚だ遺憾だというふうに思います。あの私どももとしてて取の調査状況を踏まえてえーて それを踏まえた上でまで、どういうような対応すべきか、検討をさせていただきたいというふうに思っております君、まあ、ぜひあの、調査にです、ね、しっかりとまあ協力をしていただきたいと思いますので、まあ、大臣、そこはよろしくお願いしたいと思います。で、まあ、こういうだ談合のです、ねまあ、話がこう出てくると、あ,の <laughs> まあ他のです、ね、病院機構、まあ、例えば、えー、独立行政法人、まあ、国立病院機構おなどもこれありますけれども、 まあ他でもですね、まあこういった談合がまああるんではないのかなとまあいうふうにまあ疑ってしまうわけでありますが、まあこういった国立病院機構についてもですね、やっぱり私はやっぱり自らですね、調査していく必要があるというふうに思いますが、いかがでしょうか。吉田医政局長、お答えいたします。今あの委員ご指摘いただきました国立病院機構につきましても、医薬品の調達は 契約事務の軽減、合理化およびスケールメリットを生かした医薬品費の低減を図るということを目的といたしまして、この国立病院機構141病院だけではなく、国立高度専門医療研究センター、いわゆるナショナルセンターが8病院ありますし、労働者健康安全機構、いわゆる労災病院の関係の32を一括して共同入札という形でやらせていただいております。あの これまであの国立病院で実施している医薬品の共同入札におきましては、今ご懸念いただきましたまあ談合防止という観点から、より多くの業者が入札に参加して、適正な市場が、市場の競争が促されるということが一方において、 大事だということは十分踏まえておりまして、例えばでありますが、その全国それぞれ展開している病院ではありますけれども、地場卸しが参加しやすいように納入加入、納入可能なエリアを分けて、全国5ブロック、プラス一部品,品,品目は全国ブロックにしてますが、基本的には5つのエリアで分けるという入試察を実施しているというふうに承知をしております。 私ども厚生労働省としましても、その所管独立法人においては、入札の公平性、透明性を確保しつつ、より競争性の高い入札方法の実施について、私どもとしても関心を持って働きかけていきたいというふうに思っております田嶋徹君。 まあ契約状況とかですねまあ報道されておりますので、あ他の病院についてもですねまあぜひ、そういった状況をですねえお示していただきたいと思います。もう時間が来ましたので、これで終わらせていただきますが、こういったことによって、病院のですねまあ経営状況はやっぱり変わってまいりますし、そしてまた、のこのことによって、薬価がやっぱ高止まりするわけですよね、薬価が高止まりすると、薬価改定にも支障が来たしてくるわけですから。 その点も踏まえたですね薬価改定をですねぜひお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします以上で質問を終えますありがとうございましたはい